本当にいろんな方程式、笑いの秋元さんが持ってる中で、はい、僕らはあの絶対下ネタをやらないっていうのを伺ってたんです。で、たけしさん含め我々ってずーっと下ネタオンリーみたいな形で、オンリーではないですけどね、やってきてるわけですよ、はい、それをあの萩本さんはどんな風にご覧になったのかなっていうのが、僕それもあったんで、すれ違う瞬間があっても楽屋、そこに萩本さんの楽屋があってもご挨拶に行けなかったりなんかする、はい、いやちょっと嫌われてるんじゃないかなとか、そういうのもあったんで、どういう風にご覧になったのかなと思って、そういうあの他の人がやってるってことで言うと、はい、それは全然何でも、いやもう何もないし、はい、現に私だってあのね、裸の劇場で下ネタやってるとこでやってましたから、だから全然、ただ僕の師匠の東八郎さんが、はい、あのお前、たった一つ教えてくれたのが、はい、笑いやっててね、芸人疲れてくっとね、下ネタ行く、下ネタはよく受けるって、だからお前それが出ただやるな、じゃなくてそれが出た時はちょっと疲れてるなって思う、えってのが東さん、東さんがこういる限り、だからずっとやってるよってい う, こう意味で、まあ、師匠への、まあ、恩返しっていうかね、はい、守ってますよという、そうな、疲れてないです、元気ですよっていう、頑張ってますよという、だからそういうことで相手をそんなにやってないって同じように、はい、萩本さんどう思われます、僕聞いたことあるんですよ、はい、笑いの取り方も違うし、はい、そのセンスも何も違うだろう、はい、全然俺はあの人とは違うところにいるよって言って、最後にでもあの人がバラエティの道切り開いてくれたんでポツって言ったんですよ、そうそう、ゴールデンで司会できるとあの人のおかげだよってたけしさんが言ったんで、やっぱりリスペクトしてるんだなと、そうそう、あの浅草のね、僕のね後輩がすぐ下がたけし、そうですよね、だから、だから俺なんかね、なんか自分のだからこの弟みたいな、すごいやっぱりそういうとこってさ、はい、だから言っといて大好きだって、今日よかったね。いやこれもうテレビっ子にはたまらん番組だった。なんかすごいっすね。僕はテレビってね、ダメがない、ダメを言わない。だからまだまだあのダメがないからたくさんある。だから面白い番組みんなまた。考えて、なんだい、ね、いや、バカさん泣いてるじゃないですか、いやだー、もうあれすみません、本当にありがとう、いやいや、バカさんによろしく、いや、ちょっと年取って涙腺緩くなっちゃってる、